勘違い PT あるある。勘違いしてる PT って多くない？多いね。特に、あの、2年目最強っすよね。でもさ、実際さ、俺らも若干あったよね、その系。いや、めちゃめちゃあったね。まあ、耳が痛い。だよね。だから2年目のリアジマって尖ってたもん、めっちゃ。めっちゃ尖ってたね。もうね、ずかつけてしょうがない。うん、本当に。何でも直せると思ってたもんね、俺らも。なんか何なんだろうね、あれはね。12年目の今より、2年目の方が自信ある。いや、確かに。なんか、俺らだけじゃなくてさ、セミナーとかであっても2年目が一番調子こいてるっていうかさ、なんか、怖いもの知らずね。そうだよね。なんかでもこれって理学療法士だけじゃなくて結構どの業界でも何年って経つごとにこう自信が増していってある一定のところから急降下してまた地道に上ってくるみたいな、うん、俺らは2年目が一番マックスで3年目ぐらいで身の程を知ってだんだんこう自信なくなっていって適正になっていったよね。俺だってさ、岸郎くんに多分2年目の時に、うん、俺が病院で一番治せるとか言ってたもん。言ってたかも。もうさ、本当にごめんなさいって思うけど、そういうの平気で言ってたかも。言ってたかもね。痛すぎるよね。